水色を流し地みは、蝶目揚げ葉蝶状化し滲み蝶化に分類される蝶の一種。水色と名付けられているが、羽は水色ではない。羽表は、脳肺一色で、講師にわずかに水色のブチが乗る。羽裏の反紋が特徴的で、白地に黒い帯が2本は尻、内側の1本は、肩付近で、体寄りに折れ曲がり、講子公園に小さな大色斑が入る。 羽根表が本種と告示する薄色を流し地みも、この羽裏の反問で容易に区別できる。死有は外見が告示し、判別は困難である。成虫は年1回、関東地方以南の団地では6月頃から、寒冷地では7から8月頃に見られ、夏の終わりには見られなくなる。活動するのは主に夕方で、日中は飛ばずに、この葉の裏などで休んでいることが多い。卵は、 食草となる樹木の枝状、新芽のそばに産み付けられ、卵で越冬し、翌春に孵化する。幼虫の食草は、ウナカ植物で、主にクヌギや、他にコナラ、ミズナラ、カシワ、ナラガシワ、アベマキ、アラカシなどの新芽や葉を食べて育つ。ゼフィルスの中でも、比較的生息地の広い種で、近年に都市化が進み、森林が失われた地域の、 公園や住宅地などでも見られることがある。東アジアに分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、本州の雑木林周辺では緑しじみや族の中で最もよく見られる普通種だが、北海道、四国、九州では分布がやや限定される。日本で見られるものは一括して元アシュ、a 遠アトリアとされるが、稀に、 津島さんを、阿種、永遠山中所持藤岡、1993と区別される場合がある。ありがとうございます。